暴につき、その男凶暴につき、8月12日ロードショー。というわけで、始まりましたですね、オールナイト日本。すごいですね、今日は。私も何週休んだんでしょうか。ほとんど1ヶ月半ぐらい休んだんじゃないですか。そうですね、久しぶりですね。大変でしたね、先週。もう来た時は、今日は講談社以来かと思いましたですけどね。久々のスタジオでありがとうございました。ありがとうございます。どうも。というわけで、今日はですね、はい、なんと、あれですよ。明後日から、私のこれ、出る。になりますね。出てますね。何でしょうか、この親父は。いや。なめでのかっこいいですよ、これ。そうですか、ねえ、かっこいいでしょ、結構。いやいや、これは、ね。足が短いっていうのは噂もありますけどね。足が短くて、相変わらずガニ股だってのはありますけど、いいんです。いや、まあ、見た目はちょっとね、あれです。見た目はちょっと右手が短いですよ、気にしないでください。私、ゴルフクラブ作り替えようと思ってますから、本当に困ったもんですね、私も。何の話してるんですか。私も保証金もらえるんじゃないかと思いましたけど、そうじゃありません。はい、まあ、とりあえずですね、見てください、今日は前を。すごい連中がいっぱい来てます。思いっきりすいませんでしたね。これだけバカ野郎がいるとは思いませんでした。お前はなんだ、お前は笑いは、一応ですね、今日はここに来るのは、凶暴ルック変装してこなきゃ、どこ誘ってこなきゃいけないってことです。笑いを誘ってどうするの。勘違いしたやつがいっぱいいるんですよ。いいです、もういろいろね。とにかく、まあ、皆さん運がいいですよ、本当に。この映画はですね、明後日から復帰になりますけどね、3日間で終わる予定ですからね。3日なんすか。5日後には寅さんと一緒にですね、浦安セントラルとかいうところでね、土佐丸を行くことになりました。逃げ最後にアパチケンと一緒に幻のラハイナ物語というのがありますけど、これはみんな松竹系なんで、一緒に行くようになってますから。いや、よかったですよ、本当にね。一応ただで見れるんですから、これ。本当ですよ。言っときますけど、面白くもなんともないですからね。言っときます、映画終わった時点でですね、席立てなくなりますから、なんて映画を見せられたんだということですね。家帰って言わないように両親にですね、訴えられますから。本当にまあそうですね、映画といえば自分のうんこを見せられたというような感じがしましてね、怒っていいの か悔しがっていいのかわからないという。でも怒っていいんだけども自分のもんだから怒れないというですね、自分の体にある毒素を見せられたということでですね、誰に文句を持っていっていいかわかんない、かといって食うわけにもいかないというですね、この30区40区のですね、映画ですから。そうですね、もう絶対今までなかった映画ですね。じゃあ今までありません。自分の本校みたいな映画ないですね。映画撮ってる最中にみんな逃げ出したんですよ、スタッフが。あいつにはついていけないということですね。四面楚歌、私一人で撮ってました、ね。よく出来上がりましたね。斎藤虎次郎とやってますから、私は。誰も知りませんね、そんな話は。本当に、リアクションが何もありませんでしたけども。映画を見てね、それから言っときますけどね、深く考えないように、いろいろ評論家は言ってますけど、たけしの人生に対する姿勢を見たとかですね、そういうバカ野郎がいますけど、そんなことは何も考えないで撮ったんですから。そうなんですか、あれ。そうですよ。なんかメッセージがあるんじゃないですか、殿からの。普通映画に対してはメッセージがあるんですけど、そんなことは何もありません。ただみんなくたばっちまいて、それだけの映画の話ですね。見て明日からの希望も何もないです。うちまで帰るやつに何人死ぬか楽しみだみたいな映画の話ですね。でもやっぱりね、一応これ3億5000万って言ってますけどね、実は2億円もかかってません。1億2000万がいいところの話ですね。だってタレント代が安いですよね、役者代が。役者代が安いね。ミルキーハウスの弁当はまずいね。いろいろありますけどね。そんなことは大きなお世話です。秋山。そう。そして、一文字隼人。このゴールデンコンビの看板、金看板とかなんですかね。これは安い、ね。それが早くもテロップの上部に出てきてしまうっていう。すごいですね。すごい映画ですね。普通は、もうビートたけし、和歌山富太郎って来るんですけど、いきなりビートたけし、一文字隼人って出てきますからね。これはすごいですよ。ロールの切り替えようがないという。よく不気味になりましたね、この映画。やっちゃったもん勝ちですから。まあ、やっちゃうこっちのもんですからね。もう本当ですよ。怖いもんなしですよ。怖いもんなしですよ、はい。で、今日はですね、本当にめでたいってことには、あやこちゃん殺しの犯人も捕まえましたし、ね、全然関係ありませんか。何がめでたいんだか分かりませんけど、ね、あいつが今田裕子じゃねえかと思ってますけどね、どうにか警察の方でしていただきたいという、無実の罪でもかぶしていただきたいと思ってます。もう、思いっきりかぶします。何でも事件はあいつのせいだってしてるんですね。そうですね、いっぺんに片付けられますからね。そうです、強制わいせつで捕まってですね、あやかちゃん殺しも入ったらですね、あと全部の罪は全部リクルートもあいつの選手やめるな。そしたら国会議員が助かっちゃいますよね。そうです。というわけで、挨拶終わりでタイトルコール、はい、さあそれでは参りましょう。ビートたけしのオールナイトニッポン。この番組はポニーキャリアン、ブルボン、角川書店グループ、国家コーポレーション、発電車、メガネスーパー、モード学園、日本コロンビア、アメリカ薬店、日本ツーン、富士アプリトレー、田島、以上各社の協賛で東京地域上日本放送から全国32局を結んでお送りいたします。なんだお前は本当に。いいですね。なんだよ、東のアナウンサーかお前は。
いや会場の受けがいいです。やっぱ生で聞こえようこれね。なんだ前、電力なんとか川線みたいな名前、なんとか鉄だって、あの八人みたいな顔してるアナウンサーな。いいなぁ、これ読んで笑ってくれるっての楽だよ仕事。ちゃんとお前、鉄が震えてる、入った、あ、田島、この田島が未だに分かんない、なんだこの田島ってな。それやめてください、田島だな、佐藤事務所の田島ってちっちゃいやつだよな。あれ関係ねえか。日本中、いいね、盲導学園、盲導学園、年内お前募集中だぞお前、なんとかビルのお前42階にあるんだから、豚に絵描いてなんかしてんの、すごいんだよ。白戦車すごいですね、これ、宗教団体かと思ったけど、違うの。皆さん、おりませんね、なかなか。国家コーポレーション。いいね。ソニーチャニオン。アメリカ薬店。これはすごいよ。いまだにロンドンブーツを売ってるというあ。ここだけしか売ってませんからね。これだけのスポンサーがあってですね、それで皆さんは映画が見られる。いいですね。それからですね、いよいよスタートしました。2時半まで、いろいろ、1時です。途中で席を立たないように、本当ですよ。席立つと、ここ、お化けがあったの、銀河スタジオだったの。有名ですから、ここね。ここはいろいろアイドルさんの亡霊が出ると有名なところです。いろんな人が見てますからね。それからですね、映画の後、また感想を聞くという、それで、ラジオですから、本当に、映画の後、皆さんにインタビューしますけどね、本当のことを言わないように、お願いします。つまんなかったとか、絶対言わないように。皆さん、なんでここに来てるか分かってますね。あくまでも番宣なんですから。皆さん、自主的にこれ、映画を見させて、自分なりの意見を言おうと思ったら大きな間違いです。よろしいですか。ただで映画が見られるってことは、それでただ分だけ強制されるってことは、よく頭に叩き込んで、残りの人生を過ごしていただきたい。ね、お姉ちゃん。いわゆる、踏んだり蹴ったんですよ、ね。お姉ちゃん、家で本当にいられなかったんでしょ。はい、ありがたいです。顔中で笑ったんですね。ありがたいです。皆さん、この、泣き声の一つも練習しておいてほしいですね。そうです。終わった後の感動。この映画見て、その格好で、本当に映画行かないように、お前は帰るって言われましたね。いきなり、名指してお前だって言われましたね。本当ですよ。それから、それでは映画行きましょうか。ちょっと映画は本当に暗いですけどもね、暗いと言っといて笑わせますから、よろしいですか。はい、それでは映画スタート。見せたくないな、こっからな、秋山大先生出んだよな。ああ、いいシーンだね。秋山大先生、出た。秋山大先生。まずいな、これな。これいいシーンなんでね、これはね、助演男優賞もらえるんじゃないかっていうね、秋山大先生。そうだよ。うん、ほら。ほら、セリフ言ってる言ってる。会場では大笑いだと思うんだよな。あれじゃあ。でも、秋山知らないやつだったら、おう、よくあるな、こういうやつだって。どこが一番近かったっけ。俺のお前、姿見るコートが右手が短いことな。いや短いんだほら。はい。送るよ。これ言ったろ。だから前から俺は右手が短いって。ずっと考えて、もうコート着た右手が短いんだろ。おかしいなと思ったんだよ。袖が長いコートです。いや、こうクラブ作り替えになった。タクシー行きますから。うん、ほら、これかかんない子がいるよ。いいですね。いいんだろ。うまいこともやっちゃった後だからな、これな。いいことだよ。これで魔男なんだ、こいつはな。しょうがないな、じゃあ駅まで送っていこうっつってよ。出た。出た。出た、すごいだろ。これ、ね、凶暴だ、だんだん。ほら、ガッチョーンだ。ほら、秋山笑っちゃってる。秋山笑って、俺も笑っちゃってんだよ。見てな、これな、駅、バス停まで送ってくんだよな。マウトコ。マウトコ。送ってくんだよ。あ、そうです。頭来ちゃってんだ。名前は？名前ですか？名前言えねえのか、ほら。山田ですよ。山田？はい。どっから来たんだよ。島です。スーパーから来て妹遊んだのに。いや、働いてるんですよ。どこ住めるんだよ。この会話がなんで。言うの？品川工作機械です。いつから来てるってんだよ。昨日か。何が昨日だ、バカ野郎。どこで知り合ったんだよ。ディスコで。何もありますか。もういいね。どこも、どこも殴ってるの欲しいな。これ一応コントになってるかな、この部分は。妹もらってくれんだろうな。
ほんとだろ、これ、あっちやもん。ずるしいやつ。普通の顔して、デートで。勉強しなきゃな、おめえな。そんなため逃げんのか、こら。そんなつもりじゃないですけど。見てくれんだ。あとで自分の先生が出てくるのも行きたいからな。まあ、ラジオだからな、何言ったってな、映像が見えないから一般見てるやつは。帰ってきたいと思ったんだよね。これも一応コント処理やってるね、うん、大したもんだな。いやもうこのシーンだけでも見たいですね。こっから追っかけが大変なんだよ。こっから追っかけのシーンで、ここはもう古典的なあの映像だけど、これが一番気に入ったって人がいっぱいいるんだよ。そうです、うん、これあのすごいんだよ。これ車の中からずっと撮っていくんだけど、それで向こうに本庁の刑事がいるんだけど、本庁の刑事のキャスティングが一番良かったっていうぐらいで、なかなかいい。これあの映画の番宣でよく使われてよ。刑事さん、なんで刑事になったんですか。あの友人の紹介と言ってるところね、うん、これはなかなかこの映像はすごいと思う。そんなもん使わないよ。いいね。どうも参ったね。自分の映画によく売れ吐きそうだね。丸いしょ。この辺がすごいね。前に使ったんですよね、安田さん。これね、どうやって撮ったかっていうね、車の外にカメラをつけてる。ここに当たっちゃって、始末書が書かれて。カメラ。そのまま乗ったんですか。これは実際に、うん。走ってんの、一緒に。ドアのところに来てる。これ後ろにカメラ前にいて。前当たり前だけど。前にしようと思ってたんですか。前にいてこれ撮れるわけだよ。これで、すぐ開けちゃう、すぐ開け。津川君が出てくるんだよ。唯一。え、唯一ですか。俺の大学やって津川君が出てくるんだよ。ほら。ほら、頑張るマン大将でした。で、ここからまだ車からずっと撮ってくるんだろ、もう、中から。そしたら、向こうに俺は検事がいるんだよ。これがちょっとかっこいいんだよ。本庁の検事です。本庁の検事が顔見て笑う。これがね、後でまた聞いてくるんだ。大笑いするんだ、途中から。これもずっと車の中から舐めてる。そう、舐めてる。ずっと言いっぱなしだろ。ほら、この絵はちょっと撮れないんですけど、ね、普通の映像監督はしない。ほら、本庁の検事。こんな刑事はいない。誰が見てもこんな刑事はいないという。アニマだから。この辺の映像がまたすごい。行くぞ。テクニックをふんだんに使ってます。テクニック使いすぎちゃったよ。参っちゃったよ。もう同じテクニックじゃもう相手の女も喜ばないよ。もうすっかり。ここに何気なく子供がいた。この子供がまた後で聞いてくるわけで。この映像に無理がないから俺にやることは。無駄のない。無駄のカットは何もない。もうすっぱだかのストリッパ。何にもない。無駄なものは何にもない。負けもそういきなりの白黒ショーいきなり本番もうね何にもないんだ俺の場合は。金になってもいいよ、うん、このままテレビでやってる映画のチカチカが何とも言えないんだろ、うん、秘密フィルム見てるような感じするんだよ。ほらこれんだよ。これ映画館で見ると天井にちゃんと影が映ってくんだよ。そういう細かいテクニックまで使ってんだけど、どうもテレビじゃいまいちだな。ダメですね、やっぱビデオで見ようなんてやつだ。そうそうそう、やっぱビデオは映画見てビデオで確認しなきゃいけない。スクリーンでまず見なきゃ、ね、これでね覚醒剤中毒が出てくるんだよ。これを追っかけますんで、これからがすごいぞ。チェイスか。チェイス、うん、チェビーチェイスっていうやつがいたけどな。ミッドナイトサタデーナイトショーにチェビーチェイスは出てくる。おい、ほらほらほら、まこっちゃん情けないだろ。おじさん笑ってるよ。これがいい、これがかっこいいんだ、本当のクイズ。こぞいきなりやられちゃったはじめはかっこつけたらやられちゃうというね。この辺から蹴り合いが、この蹴り合いがこのセットでやったね。本当にセット、この分だけ津田君がやってんだ、蹴るとこだけ。この役者が下手なんだ、また蹴るのが。だからね、蹴りを取ったんだって取り直したんだよ。こっからすごいぞ。こっからな、金属バットだよ。ずっとこの
子供が死んでくるわけで、ここでそれで逃げてやったら、この脇の頭をボーンって殴って、今田優子って出すわけだよ。全然違うだろ、話が。この映像と音楽が全然違うだろ、このハイスピードでありながら音楽が、この音楽かけ、ここが魅力だよ。これ音もやんかけようと思ったんだけど、あんたこの頃ぐちゃっぴになるかなんともないって言ったら、違うけど、一時はひたばってんっていうのはね、長さとちょっと合わないだろうっていう、これだったんだよ。これはお前、これの悲惨さはたまんないよ、お前。この刑事さんが悲惨なんだよ、殴られたよ。でこの殴ってるやつが下手でな、下手でな、2、3発本当に当たっちゃってんだよ、で痛いって言ってんの、本当の相手が。で本当に痛いって鼻血出してたんだよ。痛い、あんなやろ本気に殴れよって言って、これ本気に殴っちゃったんだよ、これっていうの。その辺がすごい、ダーッとなってるんですよ。こっからね、これね、映像だとね、皮膚肉が飛ぶんだよ、ビヤーッとパーンって。これね、子供が、なぜそこに金属バットがあったかっていうの。これ、おい、これで、この刑事がね、撃とうとするんだよ。ほら、撃たなきゃっていう、ほら。ほら、ほら、なんだ、ボコーン。ああ、血が出たところを吹き出し、これが大変なんで、後ろからポンプで送り込んで血をな、ボコ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 。そんなこと言ったら頼むぞ、バカ野郎。全部明かして。それで、これ、おじさん、早いんだ、こっから。ほら、あすごいね。2回引いちゃったんだよ。これ、おまじ本物に言ってたんでね、相手が本当に痛いで殴り出しちゃって、困っちゃったんだよ。あ、もうしまった。これ面白い、このセリフは。これがいいんだよ。これはワンカメで、これはなかなかいいなと思って。笑わせて。2回も引くことがあったんだよ。笑うだろ？笑ってんだよ。笑ってんだよ。ちゃんとしましょう、書いてみよう。どうやって書くんですか？いつも書いてるだろ。これ。この後ね、ディスコの。この後は、これがそう。ディスコのパンチがそうよ。ハナさん、指名書いたんですか？書いたよ。お前の名前で。うるさいよ。これ辺どうしたかな、本当に。ダンガンでも呼んでもいいか。ダンガン。はい、どうだ？あ、状態、笑ってるか？ですね、かなり重々しい場面がついてるんで、割とあのお客さんは150人ぐらいいるんですけど、みんなあの来るんじゃなかったみたいな。あ、そう、秋山とか笑ってないか。秋山のとこですね、必ず受けると思ったんですけどね、2人ぐらい笑ってましたね。あれ、なんだ、しょうがねえな。これから出てくるシーンはもっと怖いんだろ、もうこれ。大きびんたのシーンだ、もっと大きいシーンだ。しかしあれですね、この、東って野郎、悪いやつですね。そうだよ。何だ悪いってバカやろ。ポーカーゲームやっちゃうわ、ビール飲んじゃうわね、捜査中に。いいんだよ。これいかんですよ、これ。いいんだよ。これからお前すごいぞ。はい。これからな、こう見張り、見張ってんだよ、これ。シャブ打ってんだよ、こいつがね。はい。もうこれを、便所で殴るんだよ、これがすごいんだから。これが犯罪費用、大変だ。内田裕也がビビったってくらい怖いんだよ。あの内田裕也さんが怖かったんだよ。でも本当、場内なんか緊迫したですね。面白いんだよ。雰囲気ですよ。これはまだイントロだからね、これで残酷だと思ったら大きな間違いでね、はい、これはまだ簡単なイントロだから、まんまと殴る蹴るしか見たらねえや。あのまだ甘い、そんなもんだ、もっとすごいから。はっ、これからもっとすごいんだよ。はい、こんなもんまだ、もうこれからあと40分ぐらいまだ軽いよ。はっ、これからだ、怖いのは。オカルト映画任したんだから。俺ジェイソンって言われてんだよ、お前。もうなんとなく場内ですね、悪魔の木曜日って言われてたな。はい、なんか日本映画の新しいですね、なんか夜明けというのをひしひし感じてる、そういう雰囲気があるんですけどね。番組終わりは夜明けだ、バカ。はい、ほらほら、寒かったで。これは鏡を使ってんだよな。左利きになってる。この辺がなんか、まあ、これはまあ監督の勝利だよな、この辺はな。こういうのが出てくるんだろ。こっから普通に切り替えてくる。なんだこれ。こっちは左側が画面なんだよ、ガラス。水が出る。てめえがこの表やってるのか。やってませんよ。こいつ思ってたんだよ。しかし演技してるね。どうも。
うん、この時は NG 出そうと思ったからな。とりあえずしょうがない。なんでこんなことやってんのかよ。やめろって言ったのだよ、ほら。膝蹴っちゃって腹を譲るとかプロの手口だな、この辺はな。何で言うんじゃねえよ。ほら、ほら、ほら、当たってんだ、本当に。手元を引いたら知ってるな。この辺はもう、もう人生を伺いって、本当は怖いって言うよ。じゃあ、お前どっからワピ引いてんだ。どっから引いてんだよ。何でほら、巻いてんだろ。どっからだ。この泣いてんとこがいいんだよ。何入れるんだよ。あ？だん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 近づいて、本当に赤くなってきたんだ。どっからず聞いてんだほら。あれよ。25発ぐらい殴ってタレントが気絶したんじゃないかな。そしたらセリフ覚えてねえんじゃないかと思ったら覚えてたんだ。どっからだって聞いてんだほら。ほら、ほらだろ。おい、どっからだ。どっからだ。参ったどっからだよ。やらねえよ。なことてめえが言ってんだろ。やっと言ってくれたんだ。だ言わないと思ったんだ俺。セリフを投げたのに忘れちゃったのかと思ったんだ。ああ、何してんだよ。本人はよ、ずっと映画出たかったから、ずっと流れてたからって言わないで耐えてたって変なシーンになっちゃったんだ。これでね、ジランだ。これ本当にやばいだろこれ。本当にやばいんだこれ。嫌なおじさんになっちゃったけど、すっかりね顔が。こっからそういうパンチ、ボーラー打った。うわ、いいパンチ。いい腰だろ、ほら。タイソンだって前、かなないよ、この感じは。とげ。それもう、肘使ったね。ほら。ぐんぐん。バンカー、また後で呼びかけるんだね。はいはい。もうちょっとしたらもっと怖くなるからな。結構あれですね。こっちもですね、片手を飲んでみんな見てるんですけどね。格好はですね、象の格好とか、中国人のマスとか、鶏の頭をですね、顔につけてるやつなんでね。なんか、妙な雰囲気になってますけどね。妙なもんだな。はい。とにかく楽しんでますので。はい。これは上の方よろしくお願いします。はい。はい。ねえ。なんだ、井出の本の抽選会だけど、ちょっとこの映画の、これは前半のメインイベントなんです。この後、ここはまあ一番、まあ今まで誰も見てられないという怖いシーンだ。これはもう言いたくないけどね。これおじさんいたら敵屋のおじさん。はいはい、このおじさんがこう走ってくる。これうんこ踏んじゃうんだよ。え嘘だよ。ほら、ほら、ほら、殺し屋です。このシーン、この殺し屋がどうやって殺すかっていうのは、この映画のまずね、最初にほら、殺したの？いや、言わないと。もう言うよ。あの殺し方は、ね。あの殺し方。そしてこの殺し方。これはちょっと気合入ってる。このシーンはすごいよ。この音楽も怖そうだろ、これちょっと雨を舐めてるというのなんていうのほら雨じゃないですか雨なんだこの雨が最後に効いてくるわけだよ雨がこう相手が見上げた時にふっと吹くで雨がここに当たって死ぬこの雨の爪雨が毒なんだ雨型変異っていうそう雨がね目の玉にちょっとぴったりついて目が見えなくなって死ぬというねこの辺がすごいほら入ってったろね入ってったこれさっき俺が覗いた人とこなんで、これ同じとこ。でもこっち、ここにいたんだ、ほら。メッケ。これが往復便宅だったよ。探してんだよ。それでね、ほら、他にもほら、あれ、なった。なったら、この、白竜の目線が、ほら、あ、いるなと。こう言ったわけだ。そしたらいきなりこの来ちゃうの。もう追い詰めないと。早く。これからもちょっとね、黙って見てほしいけど、ラジオだから言ってくれるけどな。これ怖いよ。これはちょっと怖いですね。これはもう今までね、一番、これは金、これクレーンだから。クレーン使ってんだよ。なんでもないよ。なんでもないような。これ言いたくないけど、言っちゃうとまた分かっちゃうね。ほらもう、絵的にはすごいよ。うわぁ、ね、これすごいだ。これがもう随分金かかってんだよ。ここまでこう。これクレーンを押すやつが一人25万だからね。で40人で押してるから。ほらほら。クレーンが高いんだよね。ほら、アグリューが。雨。雨まだ喋ってる。これまだなんで喋ってるけど、もったいないと思って。まだ飲み込めない。まだ飲み込めない。これ怖いよ。これ落ちるんだよ。実際落ちるんだわ、これ。これ30メーターなんだよ。うわ。これ嫌だよ。笑ってた。笑いが笑ってないですね。ちょっと園長さんみたいな顔だろ全然違うんだろ顔ほらほら高いだろこれぶら下がってんだ一応なこれが大変なんだこのスタントマンがぶら下がり70万雨しゃべって雨まだ履かない
これ、これまなんで履かないかって、もったいない、うん、2回も繰り返すことはないから怖いだろ、これ怖いだろ、ここ立ってるとこ、ほらほら、手すり切っちゃった跡があるんだろ、ほら取っちゃったの、手すりは。これでも本当にぶら下がってるんですか。そうだよ、本当に。うわーすごいなぁ、ぶら下がり健康器がついてる。あ、ほら、出た出た、おっと、このシーンが、おっと、ナイフ出した、カレーさい、言いたくない、カレー言わない、これ、おいおい、こっからも笑うよ、ほら、来た、ほら、ほら、ほら、来たもう痛いのじゃなくて、笑ってる笑ってる笑ってる。ほら本当にあのカメラの短いですね。短いですね。じゃあ本当に落としたんだからね。いやいや、もう映画もあのいよいよ後半戦に突入したけども、ね、今から相当みんな参ってると思うな。かなり来てるでしょうね。かなりこっからだよ。これこっからすごい。これ出た、一文字隼人先生登場。おっと、これですよ。ここで巨匠。巨匠。これから出てくるかね。ほら、ガサ入れかという。これ白龍のセリフだ。それで昨日からつけましたわ。いいね。目撃。ちょっと俺ガサツカ刑事、ちょっとチンピラ役だけどね。ちょっと貫禄負けしてるけど、いいんです、これ監督だから。うん、こっからで、ね、こっから出るぞ。いた、一文字先生。ほら、ホモの相手役。データ、笑わせていただけんだろ。これは知らないやつだったらドキッとするけどね、知ってるやつは大笑いだけど、自分でやらしといていい趣味してんだらもうないだろうという意見もありますけどね、じゃあくまでも社部がどこにあるんだ、調べてみろ。これがあった、自分で持っちゃってるのがすごいだろ、悪いやつでしょ。社部がどこにあるんだ、ほらこれ恥ずかしくないのか。ときろ、この辺から大変だよ、これリンチが始まって。これ一文字先生、黙って立ってとか言ったら、一文字先生この後ね、実家帰って鳩飼っちゃったなんかしてね、普通の小市民になっちゃってね、クーラーの取り付け屋になってるけどね、試写会の時現れちゃってね、私が一文字ですって言って、ね、みんなに挨拶もあったって。で夏のシーズンが終わったらまたあれで我々復帰するって言ったけどね、もう結構だって言おうとしてるんだ、ね、この辺からほらリンチが始まった、これこれほら芹沢先生が文字が現れるからね、うん、これじゃない、芹沢がね用もないのにねセリフを余計なこと言うんだよ。起きた起きた、あれだ、何するんだ、何を言う、いや何も、そんなこと言うんじゃないって言ってるのに言ってるんだよ、ただこれ入って水飲んで出ていくだけなのに不思議な顔をしろって言ってるのにね、何やってるんだとかね、余計なことセリフで自分で作っちゃうんだよ、はい、うん、どこに乗るの、これほっといたら扇子まで出すぞこいつは、日の丸の扇子出してあっぱれあっぱれかなんか言いかねないんだよこいつは、ダメなんだよ、何だっけ。これ辺からほらあれだよ、いよいよこの映画に使われてる、これ辺からまたいろいろあのロッカー室で、うん、おじさん引っ掛けですね、この後ちょっと見てほしいね、これはどういう結末を迎えるかっていうのはね、ちょっとみんな想像つかないよ、このシーンの結末、このシーンの結末はどうなるかという、だから結果なんだこれ、だって普通の取り調べ室ってね必ずあるんだろ、普通 あのランプなんか、そういうところで絶対やらないと、これ6回室連れ込んでるというのはこれが新しい映像だね、ね、あそこにほら何かあんだ、こっからですね、予告編はよく、こっからだ、なんでこんなことやってるのか、睨んでるわけで予告編で下向いてんだろ、これ誘ってるわけでかかってこいって、これもう、本当にね、言っちゃダメだけどね、後でこれだって言うからね、それを見てね、ダメだよ、言っちゃう。言いませんよ、ね。言いませんけど、ね。大変なんだ、これ言われちゃって、俺も本当にね、たまんないよ、お前。ほらほらほら、ほら、ほらほら、これが。ね、ここにうんこが置いてあるわけだろ。このうんこを掴んで投げつけるっていう誘ってるわけだよ。じゃあ俺が臭いなって言って、あ、臭いって言って倒れちゃったら、こっちの勝ちだって、ほら、持ってるわけだ、ほら。それでくだらない手を掴んでねって言われちゃう、バレちゃった。誰がそれで引っかかるか、なんでチキショって顔してるわけ、今殺してもてめえだろ、いや今日は自殺だろ、やったらてめえも自殺しろ、この辺からちょっと放送禁止なんて絞った方がいいんだな、そうだよ、ほらこれはねちょっとまずいんだよ、法令的には、うん、これはねこの拳銃撃った後ね兄弟揃って何とかだっていうのがあるんでね、うん、セリフとしては本当はね、兄弟揃っておっぺけぺっていう話なんで、それは映画館で見てもらってね、これ、うつ殴ってみろ、この野郎って言って、撃ったんだよ。一番最後に出てくるセリフも同じですね。そうそう。最終的にドイツ。これ、言われたら、ここから怒っちゃったんだよ。なるほど。
こう口の中に拳銃叩き込もうとしてる。すごいだろ、悪いやつだな、東っていうのは。うん、ほらほら、まこちゃんが、まこちゃんが、伊勢さんやめて、うちの部屋を使うのやめてくれ。どういう、やめてくださいよ、ティッシュの数も少ないし、2000円じゃダメですよ。ちょっとセリアがやめろやめろと、東さんとか、自分のセリばっかり言うんだよ。どこ言うんだよ。誰か。今、ほら、空気抜けたら弾が、驚いたろ。これすごい。他の刑事の肩を抜き抜いちゃってるんだよ。睨んでんだよ。これで首になっちゃったよ。自傷だ。ほら、自傷になっちゃった。うん。あの、知ってんだろ、自傷だったのは、焼酎の 70% で割るやつ。それ自傷だ。そう。自傷。まあね、俺、佐々木智か、俺は。あの声は佐々木智がやってたんだよ。うん。で、女に腹刺されたりなんかして。そんなことは大きなお世話だけど、関係ないけどよ。いやー、これいいな、みってこちょっとこのラジオどうでもいいから、もうこの展開これいいだろ、この展開のめり込みますよ、のめり込んじゃって、のめり込んじゃうよ俺は。うん、カリーのこの辺までね、もう奥まで、うん、これすごい。それがもうただ暗黙の芝居でね、これはもう、うん、カット長く使う、マルセル・マルソンにしてくれ。あいいね、このこれ台形になってる画面が。そうですね、うん、ほらもうすっかり頭が飛んじゃってるから、普通のおじさんになってしまったんだよな。うん、この辺は本当にテレビやなんかで疲れちゃって、お前これがいい顔だと思ったら、お前後半の俺の顔なんか、お前本当に拝んじゃうよ。お前やられないよ、ね、口の周り黒くなってね。そうだよお前、いい、うん、アルプス工業のジャンバー着てます。本当に地固め入っちゃうから、ほらほら、これ置いただけでもうやめたの分かんだろ。そうですね、うん、これは防止手帳と書いてあるんだよね。うん、君これ以上不祥事を、これ以上謝ってるんだよ。この後だよ、この後の後、これからそう15分だな、15分20分、これはもうエンディングまで15分か20分いくんだ、うん、この後はもうね、まあそう、日本の映画史上に残るとやってるからね、うん、あの辺は、あの辺はすごい期待できますね、うん、その歌舞伎のね、あの演出だね、うん、なるほど。この後ね、俺外歩いてる、これが外歩いてると、あ、ここはどこだ、どこでしょうってすぐ分かるよ、伊勢、うん、伊勢がよく知ってるところ俺が歩いてるから、これはどこでしょうという、新宿の四ツ谷の四ツ谷四丁目ですか。いやいやいや、近い、四谷に近い、ホテル街、新御苑のあたりですね。わし、違う、もう分かるよ、すぐ。うん、もうそこで野球やってるんだから。あ、外苑、外苑、外苑だと思うだろ。ところがその映画が、この映画がすごいなっていうのが、外苑に見せてロサンゼルスでやってるわけだよ。あ、セントラルパークで、ここ違う、これニューヨークだから、ないとけど。あ、本当だ、うん、全部これチャイニーズだけどな、これ、うん、中国人がいて撮ってるから、みんな日本人じゃないよ、違う、ほらほらほら、あの人も完全にね、そう、うん、カンさん、うん、これほら、これは本物の絵だよ、全部。そうそうそう、ルーブル、うん、これシャガールの、これシャガールの絵だ、これ枯らされちゃったんだよ。うわ、これ全部シャガールだよ。シャガールとね、誰だっけな、これはね、村方志功、あと山下清ね、左を。あ、じゃあ一曲行こう。行きますか。一曲。